ということで今日はフェルトさんのベルザスピード40が入荷してきましたので見ていってください。でですね、皆さんちょっとこれ聞いていただきたいんですけれども、最近ちょっともしかしたら娘が僕の子じゃないんじゃないかという思うことがあって、まあ、あんなに顔が似ててお前何言ってんだって言われるのも分かるんですけども、いや話してたらパパ最近本読むのがめっちゃ楽しい、勉強とかしてるのもめっちゃ楽しい、本屋さんに行くと読みたい本がたくさんあるんだよとか言うんですよ。はぁ、みたいな。いや僕本とかそんな読んだこともなかったし、勉強が楽しいなんか思ったこと一回もなかったのに、急に娘がそんなこと言うんですよ。どう思いますか？まあ、ただまあ、本屋さんに読みたい本がたくさんあるって言った後、パパ一緒に本屋さん行こうかって言ってあやっぱり俺の子だって思うんですけどね。で今日ご紹介するのはベルザスピード40ですね。前回50を紹介しました。ロードバイクのテクノロジーを街乗りクロスバイクに落とし込んだ機種ということで楽しんでいただいたかと思うんですが、まあ、僕の釣りの動画も楽しんでいただけたかと思うんですけども、あ外れた。その時にベルザスピード50をちょっと良くしたのがベルザスピード40ですというご紹介をしておりましたが、ベルザスピード40をご紹介させていただくのにあたってもう一度よく違いとかを検証させていただきました。ベルザスピード50をパワーアップさせたのが40では、まだまだ説明が足りないぐらい40はいい仕上がりになっていってますから、ぜひ見ていってください。でこちらがベルザスピード40です。フレームがアルミですね。形はベルザスピード50とほんと同じなんですけれども、ここ見てください。スーパーライトっていう文字が入ってまして、形は一緒なんですけども、通常同じ厚さでこうフレームってこう形成されてるんですよね、この中は。ところがこちらに関しては中心の部分が若干薄くなってるっていう感じで、フレームに軽さが出てんですよね。その他のロードバイクのテクノロジーを落とし込んだ部分とかいうのは一緒なんですが、出来が少し違うということになってます。で、そんな言ったって見た目が一緒だったわかんないじゃんっていう話になるかと思うんですが、その違いを理解していただくためにちょっと音で聞いていただきたいと思います。一つお願い事なんですけども、絶対お店では同じことをしないでください。僕はこの音を皆さんに聞いていただくために辛い辛い修行をして、専門家からアドバイスを受けて、先生、僕、あ、先生って言ったと皆さんにお届けできる状態まで仕上げてきました。なので絶対にお店ではこういったことはしないでください。僕がお見せしますからね、お願いします。こんな感じになってます。こちらのいいフレームの方が乾いた音がする感じがしますよね。同じように見えるフレームですが、やはり違いがあるということです。まあ、泥除けとかキャリア、そういったものがつけやすいようにということで、ちゃんと穴も切ってあります。こういったところ嬉しいですよね。ベルザスピードは街乗りの自転車なんです。ワイヤーもフレームの中を通るようになってます。見た目が美しくて、傷みにくくなるということですね。フロントフォークもですね、40に使われているものは中が黒森、外がハイテンスチールということで、ちょっと物がいいやつが使われているという感じになってます。重量は540のサイズで 11.9kg ということになってますね。サイズに関しては50の時も言いましたが、ちょっとだけややこしいです。3種類470、510、540とありますが、それはサドルが一番下まで下がらないから、こう下がるところの実寸で言っている高さということになります。154センチから180センチの方まで乗れるという形になってます。カラーに関しては2色ですね。こちらのチャコールとブラックブルーということになってます。チャコールもブラックブルーも50にあった色と同じですね。50が4色ですかね。あったものが2色になっているという感じです。ボトムブラケットは猫さんのものが使われてます。ギアクランクが SR3 ツアーさんですね。48、38、28の3枚で、470のサイズが600。その他510、540のサイズで170というサイズが使われてます。
で、その他のパーツは島野さんですよ。今回はシフターとブレーキレバーは分かれた形のやつが採用になってますね。ブレーキレバーが BLMT200、 シフターがアルタス SLM315、 フロントがターニ、リアがアルタス。ギアは8枚で12丁から32丁、 3×8 で24段切り替えということになりますね。まあ、ここら辺に関しては50と一緒ということになりますね。ブレーキはシマノさんの油圧ブレーキが採用されております。UR300、 160mm のローターのやつですね。油圧ブレーキっていうのはやっぱり軽い力でしっかり止まってくれる最高のブレーキですね。長く乗ってもこう腕が疲れないとかそういうのが出てきます。安全性も上がります。もうめっちゃおすすめのブレーキですね。今後この形が普及していくと思います。フラットマウントというのが採用されてますね。まあ、リムもディスクブレーキに合わせたこうすっきりしたリムですね。ブレーキゴムの当たるところがないんでほんと綺麗な感じになってます。スポークもステンレスですね。黒く塗装したものが使われてて、このリムに関してはなんとあのチューブレスレディ対応ということになってますから、この自転車楽しくなってパワーアップさせたいなということになった場合はタイヤと口金とあとリムテープと薬剤を買って、まあ大体1万ちょっと超えるぐらいかけてやるとチューブレスレディのこうスーッと進むあの楽しい乗り心地を楽しんでいただけるという仕様になってます。これは嬉しい。車輪の付け外しはクイックレリース、まあスポーツ自転車の一番標準的な形ですね。いつでも付け外しができますよという形になってます。タイヤは 700×32C、 しっかりとこう溝が掘ってある全天候型のタイヤで、このシルバーの部分は光が当たると反射するリフレクターの役目を果たす塗装がしてあります。まあ、安全性がめっちゃ上がるってことですね。サドルはあの世界のセラロイヤルさんのサドル、ゲル入りですね。すっきりしたサドルなんですが乗り心地が抜群にいいってやつになってます。ハンドルの幅に関しては470-510のサイズで620、そして540、これ540のサイズ使ってあります。幅が640、ちょっと幅広なものが使ってあります。クロスバイクで幅広のハンドルっていうのは結構珍しい方にはなりますね。ステムに関しては470のサイズで 80mm、 その他510、540のサイズのやつには 90mm のものが使われてます。グリップもこういったすっきりした見た目にぴったしの形になってます。エレゴノミックな形、こう手にフィットしやすい、疲れにくい形が採用されてますね。まあ、ここにはつけてません。ペダルもノンスリップペダルということで、雨の日とかでもこう滑りにくいペダルっていうのが準備されてます。このような装備になっております。2021年モデルのベルザスピード40の価格は いいですよ。でこちらベルザスピード40と50、どういった違いがあるかを見ていきます。50の動画では伝えきれなかった部分、ここで頑張って説明したいと思います。まず価格が 65,800円と 57,800円、8000円の差ですね。8000円の差ですね。ただ今からこの差で8000円と思いますよ。まずフレームですね。スーパーライトフレームということで、中心の部分がアルミがちょっと細くなっている加工というのがされております。まあ、フレームが軽いということですね。フロントフォークに関してもベルザスピード50はハイテンスチール、全体がハイテンスチールだったんですが、こちらに関しては中が黒森、外がハイテンスチールということで、まあ、ちょっといいフォークが使われております。レバーは50は一体型。こちらは油圧ブレーキに合わせたということになりますかね。シフターとレバーが別々のものになっていて、油圧のブレーキが装備されています。リムはチューブレスレディに対応したディスクブレーキ用のリムということで、この自転車乗るのが楽しくなったら、チューブレスレディやってみたらめっちゃ面白いですよ。僕のおすすめの仕様ですね、今の。この仕上がりなんで、いや、ベルザスピード40めっちゃいいと思います。そしてベルザスピード40の20年モデルと21年モデルの違いって何でしょうか。
まあ、それも見ていきましょう。20年モデルは 59,800 円でした。こちらが 65,800 円なので 6,000 円値上がりしているということになるんですが、まあ、まず一番の違いはブレーキですね。20年モデルはワイヤー引きのディスクブレーキだったんですが、こちらは油圧式のディスクブレーキに変更になってます。まあ、ここが一番でかいですよね。フロントフォークはアルミからクロモリーハイテンスチールのものに変わっていたりとか、20年モデルのハンドル幅は600ということだったんですが、こちらはサイズによって620と640使い分けられています。ハンドルの幅がちょっと長くなっているということですね。ディレイラーに関しても20年モデルはアルタスアセラだったんですが、ターニーアルタスということでちょっと変わって後ろのギアの波数も11兆から34兆だったものが12兆から32兆ということなので、まあ、トップスピードを出して維持するという部分で言うと20年モデルがちょっと有利そうですね。タイヤに関しては 30C だったものが 32C ということで 2C 分ちょっと太いものが採用ということになってます。で、重量が 11.7kg と 11.9kg、 200g だけ重くなってるんですが、製造工程見直しということで若干フレームは軽くなっているということなんですが、まあ、フロントフォークとタイヤの分ですかね、まあ、その分ちょっと重くなってますね。以上のように見てきました。ベルザスピード40ですね。ベルザスピード50の上位モデルが40ですという、まあ、ご紹介にはなってしまうんですが、仕上がり的にはフレームも違う、ブレーキ油圧、チューブレスレディに対応とかなってくると、単純に上位機種というよりは、まあ、別物の街乗りクロスバイクが登場ですよと言った方が分かりやすいかなっていう気がしますね。ところでベルザスピードってなんで40と50なんでしょうね。1とか2とか、まあ、100とか200とかそういう数字じゃなくて中途半端じゃないですか。